私の JBN 芸能界テインメントワールドチャンネルへようこそ。二宮和也、嵐に仕上がれ、FC 限定カバーアルバム、00と二宮との大反響に、ちょっとビビってる。コロナ感染や、大野智復帰説が広がる中、日テレ、24時間テレビの運命は？が広がる中、日テレ、24時間テレビの運命は？二宮和也率いる、ジャニのチャンネル、メンバーが、24時間テレビ、チャリ T シャツ24ポーズチャレンジ。二宮率いる YouTube チャンネル、ジャニのチャンネル、では、24時間テレビ、と連動した動画をアップしている。8月27日と28日の放送当日にも、テレビと YouTube を連動させた新たな試みが見られるかもしれない。こっそり行く。カモと匂わせ発言していた大野。今年の24時間テレビのテーマは会いたい。ということでグループが活動休止に入って以降一切の芸能活動をストップさせている大野と二宮の再会があるのではないかとファンの間では期待が高まっているのだ。日本テレビサイドが二宮にオファーをした時点で大野の出演も打診していたといった話が一部では報じられている。大野本人の出演以外にも、間接的に携わる企画など、様々なプランを提案しているとも言われている。2020年12月放送の、嵐に仕上がれの最終回で、24時間テレビの話題になった際、大野は、4人の誰かが来年以降、メインパーソナリティをやるとしたら、こっそり行くかも。それで、募金終わったら募金したよって送る笑い、と語っていた。大野さんが両国国技館に現れたら詰めかけた観客は大感動するでしょう、ね。ただ、新型コロナウイルスの感染者が激増していて、24時間テレビの有観客開催には不安の声も上がっています。前での女性誌ライター。日テレ内部からも有観客を心配する声。新型コロナウイルスの感染、第7波が拡大しており、都内の新規感染者数は3万人を超える日も少なくない。7月30日配信のデイリー新潮によると、日本テレビ内でも有観客は中止にした方がいいのでは、という意見も出ているという。非常に厳しい状況にありますが、ただ今回のラジオで楽しんでやれているものを楽しんでもらえるって本当にありがたいとも語っていた二宮さんですから、コロナ災いの大変な状況やもしかしたら大野さんが登場するという超サプライズな展開でも心の底から楽しんで放送をこなしてくれるのではないでしょうか。全道今月末に迫る24時間テレビはどうなるのだろうか。そして大野のサプライズ登場は実現するのか。嵐に還元できたアルバムがオリコン1位に。リスナーからは00と二宮とを聞いて感激して喜びあふれる感想を見て、さらに喜んでくれる二のちゃん、素晴らしい関係性だ。エンドレス幸せ。ファンのためにと作ったアルバムであるが、もろもろ考え配信することにしたら思いがけずランキングで上位を出した。ニノがそのことをすごく嬉しそうに話していて、それが何より、ニノちゃん、カバーアルバム第2弾も大歓迎だけどオリジナルアルバムでもいいんだよ、といったコメントが SNS には寄せられている。6月19日のベイストルムって、この CD のためにですよ。ファンクラブに入ったって人たちもいるんですから。ちょっとでも嵐に還元できたと思いました。さすがに。自分が好きな歌を歌ったらファンクラブに入ってくれた。そんな世界線あるんですね笑い。と語っていた二宮。そのアルバムがファンから好評を博し、6月29日発表のオリコン週間デジタルアルバムランキングで初登場1位を獲得したの。24時間。テレビに大野がサプライズ登場？女性誌ライターが話す。この日のラジオでは二宮さんが感謝しまくりでしたが、たくさんの反響や喜びの声が届いたことが嬉しかったのではないでしょうか。二宮さんといえば、8月11日に主演映画、タングタングの公開が控え、8月27日と28日は日テレ系、24時間テレビ、で、メインパーソナリティを務めます。
下半期も忙しい毎日を送ることになりそうですが、映画の舞台挨拶に加え、24時間テレビは3年ぶりに有観客で開催が決定。ここでもファンや視聴者に向けて感謝を伝えることになるのでしょうが、24時間テレビ、レオーのサトシさん、41、が復帰するかどうかにも注目が集まっています。6月17日の39歳の誕生日にファンクラブ会員限定で購入可能のカバーアルバム、00と二宮と、をリリースした二宮。同月20日からは各音楽配信サービスでダウンロードストリーミング配信もされている。ベイストルムにも多くの反響が届いたと聞かされた二宮は、売れちゃって300万枚ぐらいいったらしいですよ、ショー。そんな行くと思ってなかったんで、ちょっとビビってますよ、こっちも、と冗談を交じりにコメント。番組スタッフからダウンロードもすごいじゃないですか、と言われると、そうなんですよ。そこ全く気にしてなくて。ダウンロードのこと全然考えてなかったね、と応じた。楽曲を配信することは、ベイストルムの放送内で突発的に決まった。二宮は、今回の経緯で言うと、ファンクラブ限定で思い出と共に番として作ったら、ちょっとはワクワクできるかなと思って挑戦させてもらったんですけど、確かにそうか、と。番いらないけどちょっと一回聞いてみたいなって人たちもいるんじゃないかと思って、と説明。違法な方法で聞こうとする人も出てくるかもしれないと考え、そうか、大元が配信しちゃえばいいんだ。じゃあしちゃおうってしたんだけど。確かにそうだよなって。ダウンロードの順位が出るんだよなって。ありがたいですよね、マジで、と振り返った。配信の反響に感謝ですよ。続けて、本当、いろんなところで配信してるじゃないですか。そういう配信元の人たちも、ツイッターとかで言ってくれるじゃないですか。配信しますよ、スタートですとか。ありがたいよね。そのツイッターとか見てて感動したもんな。ありがとうございます。配信の皆様と思ったもん、と感謝を述べた。また、聞いてくださる人たちもそうだし、感謝ですよ。ニュースとかでも見るじゃないですか。ダウンロード1位でしたとか。そういうの見て、すごいことになってるって、俺ですら思うじゃないですか。Jストルムへの CM 入ると、ちょっと振り返るもんね。俺の CM かな。そうだ CM しないんだって。でも、つい振り返ってしまう。ついに動いたか、山がなんて思って、と笑いを交えつつ語った。さらに、楽しんでやれているものを楽しんでもらえるって、本当にありがたいなって、これをやった時に思いましたよ。この曲いいですよって本当にね、言ってもらえる。皆さんにいいですよ。ぜひお願いしますって言ってもらえて、本当にありがたかったっすよね。と改めてファンに感謝を伝えた。最後には、自分の好きなものをこういう風にやっていくってことができたのが、形になって本当に良かったです。とまとめた。嵐の二宮和也、39、が8月1日放送のベイフム、ベイストルムでカバーアルバム、00と二宮と、の反響について語った。まる私のビデオを見てくれてありがとう。最新のビデオを受け取るために私のチャンネルを購読してください。最後まで読んでいただきありがとうございました。